こんにちは、ママネイズです。今回は豆腐チーズケーキ紹介します。ミキサーにヨーグルト、絹ごし豆腐、クリームチーズそれぞれ 50g、 砂糖大さじ1を加えて攪拌しましょう。このゼラチンをお湯でふやかし、ミキサーに加えて再度攪拌しましょう。食パン8枚切りをつなげて型で跡をつけていきましょう。跡に沿って切っていきましょう。クッキングシートの上の型にパンをはめて液を流し込んでいきましょう。冷蔵庫で3時間冷やしましょう。型から抜いてカットしたらこれだけで完成です。